はい、どうも、部品の切り出しを、バシバシやってます。例えばね、セミグロスブラックで塗るようなところはこういう感じでいっぺんにやってたりとか、あとは、まあ、リアウィングなんですけども、これもまあ、塗装するときにね、マスキングのところで解説しようかなと思いますけども、まあ、不死身のやつと同じような感じでね、もうまとめて、こういう感じで組み立てておきます。で、リアのね、このディフューザーのところは、こういう感じでもう、接着してしまった後に、よいしょ。よいしょ。マスキングテープで持ち手にしときます。こんな感じですね。で、ロールケージ。いつもね、組んでから接着してますみたいなことを言ったりしてますけども、今回もね、組んでしまってから接着しようと思います。組んでしまってから、塗装しようと思います。なので、まず切り出すときにですね、まあ、これも自分なりのやり方なんですけど、見えないところを一箇所こういう感じでね、ゲート残して、ゲートっていうかもうランナーのところ残して切るようにしてます。ここはね、覗き込んだりしてもそんなに見えないだろうというところをやっておきます。なんでこういう風に持ち手にしておけば、こう何度かね、こう離して塗り直したりとかってこともそんなに必要ないかなという風に思いますので、よいしょ。で、バラバラに組んでから、バラバラに塗装してから組もうとするとね、いまいちこうぴったり来なかったりだとか、あとはその塗装がね、剥がれちゃったりとか、そういうことがありますので、自分はもうこの段階で組んでしまいます。よいしょ。よし。ちょっと待って、説明書見ながら。これどこに来るの？でも今回のこれに関してはそんなに気にしなくてもいいのかもしれないってことはなかった。そんなことはなかった。この構造ですね。これよう考えたなーってことを思いますよ。この構造というか部品形状ですね。まあ実写でこういう付け方はなかなかないとは思うんですけど、ここで付けてもね、結局合成アップ云々とかってことはそんなに関係ないような位置になってしまってますけども、ただまあこれは、これに関しては、こういう風につけたことに関しては、よう考えたなーっていう感じのロールケージの形状をしている気がします。よいしょ。で、この状態で、完全にね、乾くまで待ってから、こう持って、やるようにすれば、まあ例えばロールケージの角度がおかしくなっちゃうとか、そういうことはなくなるんじゃないかなっていうことを思います。で、この余剰部品のこれ使って、前まで伸ばすことできないかなとか思ったりもしたんですけど、これガセット入ってますよね、補強ガセットが。
なんで、まあ、このままつけようとするとね、これ多分、内張りもね、D1 グランプリ仕様の内張りじゃないと多分取り付けできそうにないので、やるとしたらまあ、結構加工しないと、このロールケージは使えないかなってことを思います。太さも違いますしね。なんでまあ、この辺は、ちょっと実験してみましょうか。まだ5分ぐらいか。ちょっと実験してみましょう。これはね、今回は使わないですけど、例えばサイドを、やっぱ無理かな、長さが合いませんね。やっぱ加工して、ちょっとこれ、ちょっとどいといてもらって。リアシートがね、ついたまんまになってるんで、仮に現物合わせで切って、よいしょ。やってみたらどうなるかという実験です、これは。使えないこともなさそうな気はしますけどね。ただ、その劇中のやつはまあ前話した通り知らないのであれなんですけど、補強ガセットまでは入ってなさそうなんだよな。手がってみると、多分この辺で切っちゃってもいいと思うんですよね。この辺かな。よいしょ。ダッシュ貫通ロールケージかつ、まあ加工すればどんなものでもね、プラモなんで、その合成がどうとかそういうことはそんなに気にしなくてもいいかなってことは思うんですけど、どうせならちゃんとね、それっぽい感じで作った方がいい感じにはなるんじゃないかなぁと思いますので、まあその辺はプラモなんでという上等文句、上等文句、上等手段じゃなくて上等文句。うん、よいしょ。使えなくはなさそうですね。今もう、DT で切り離したのであれですけど、まあ、例えばこのリアのね、ところとかも、ほどほどにいい位置で止めてあげたりとかしてあげれば、使えなくはなさそうですね。ただまあ、
このイニシャル D 仕様を作るっていうことになった時には、まあ、ちょっとあれかもしれないですけど、こういう感じで、直接、まあ、現物合わせで切った貼ったしながら、やることはできるかなっていうことは思います。このロールケージ使えたらかっこいいなと思ったんで、キットレビューの段階でね。なんで、今ちょっと試しに、切った貼ったしてますけど、微妙かな。この遮光バーというか、これが使えないかな。消火器がついてたりとかしてね、なかなかかっこいいので、この辺で合わせたらどう？ああ、バラバラになり始めた。まあ、ちょっといびつだな。でもいびつになっちゃうな。まあ使えなくはなさそうです。現物合わせで切った貼ったして、だいたいこの辺ぐらいの位置かなみたいな感じで作ってやればやれなくはなさそうですね。このロールケージ、なかなかかっこいい形状してますんで、もしね、使ってみたいなって方は、まあ、現物合わせで頑張ってみてください。というわけで、ちょっとね、実験もしてみたかったので、ちょっとこんな感じでやってみましたけど、ロールケージは、まあ、頑張って切った貼ったしてくださいということで。よいしょ。ただまあ、ぴったり合わせようとするとやっぱ難しいかな。なんか斜めっちゃうな。まあこんな感じです。やるかやらないかはその人次第でということで、実写でも結構内装切ってね、無理やり内装つけたりする人もいますんで、まあその辺という脳内設定でやってみるのも面白いかなということは思います。というわけで、今回は本題はこちらです。ロールケージの組み立てでした。ご視聴いただきありがとうございました。